はい、こんにちは。コールドミルクベースのコアです。今6月15日の池袋ブラックホールでライブが終わった直後です。本当に直後です。30分ぐらいしか経ってません。今日の MC でゆうすけの方から発表されたんですけども、次のライブ6月28日ホリデーですね。そこでなんとコールドミルク発表があります。みんな期待して次のライブ足を運んでください。待ってます。バイバイ。